こんにちは、カワピです。さあ今回は2023年タイムスリップ第2弾候補選手まとめパリーグ編、そして12球団ラインナップ予想やっていきたいと思います。はい、 TS 第1弾が4月の末に登場して、今年の TS の傾向も見えてきたところもありますんで、これまで過去6年間の傾向も踏まえながら今年の2弾を予想していきましょう。セリーグ編の動画は先に公開しています。概要欄にありますんで合わせてぜひご覧ください。はい、第1弾から見えてきた傾向について簡単にまとめておきましょう。大きく2つの傾向が見えたと思います。1つは現役表選手の同チーム内 TS 化、2つ目は既存 TS 選手の面度変更の増加、この2点ですね。1つ目は楽天則本選手から見えた傾向ですけども、この傾向から考えられる今後の TS 選手の候補としては、ヤクルト山田選手、ソフトバンク柳田選手、巨人坂本選手、菅野選手、楽天田中選手、こういった選手たちが考えられるでしょう。2つ目の傾向は西武浅村選手、巨人原選手、阪神今岡選手、中日辰巳選手、この4選手から見えた傾向ですね。これが非常に面白いなと思ってまして、こうした変更が今後も考えられるんであれば、例えば丸選手2014年総力型バージョンとか、ホークス国場さんのセカンド3割30本バージョンとか、日本ハム小笠原さんの24盗塁バージョンとか、かなりバリエーションが広がっていきますね。 TS2 弾の仕様についてですけども、ガチャは例年通りであれば60連 S ランク自チーム確定枠があるでしょう。確定弾ということでめちゃくちゃ豪華とはいかないかもしれませんけども、正直1弾はそこまで豪華っていう感じでもなかったと思うんで、その分2弾に期待したいですね。登場日の予想は非常に難しいですが、一つプロスピ交流戦の告知が来ていて、それが終わるのが5月の22日月曜日、ここで始まる可能性が一つ、もしくはそこで何らかの更新を1回挟んでから5月26とか29とか、そこから TS が始まるっていうパターンもあるでしょう。ではパリーグ6球団の候補選手チェックしていきましょう。最後に12選手ラインナップ予想発表しますんで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではまず去年のパリーグの順位でオリックスからいきます。右の表はこれまで過去7年間の TS 選手を一覧にまとめた表です。初登場のタイミングは黄色のセルで表示、査定年度変更があった選手は薄紅色のセルで表示、今年登場する可能性がない選手は内決戦で分かるようにしています。矢印マークは上向きは登場の可能性が高いと考える選手、下向きは逆、可能性を低いと考えている選手ですね。はい、オリックスの第一弾は金子さんでした。早速強力な先発来ましたね。最初に先発ということで今後の登場ポジションを絞りづらい展開ですね。中でも再登場の可能性が高いと考えるのは、上から田口さん、岸田さん、 T 岡田選手、西選手あたりですね。はい、今年は年度変更が厚いという話を先ほどしたんですけども、オリックスはそこまで見当たらないようにも思いますね。はい、続いてオリックスの TS 新規候補チェックしていきましょう。先ほどの表は再登場の候補選手を示していたんですけど、ここでは新規の候補選手を挙げていきます。能力値は過去6年の経験からの予想です。 OB 版がある選手は原則 OB と同じ能力を記載しています。一番期待を集めているであろうノリさんについては、やっぱり目玉中の目玉だと思うんで、2段よりは3段、もしくは最終段の方がしっくりきますね。大塚選手は OB 版が出てるんですけど、それが中継ぎの時なんですよね。抑えでタイトル取ってる年もありますんで、抑えの年度ここでは候補に挙げました。続いてソフトバンク第1弾が武田選手でした。能力はちょっと渋かったですね。2弾は強力な選手を期待したいところでしょう。ソフトバンクの再登場選手有力どころとしては、村松さん、大隣さん、小久保さんといったところでしょうか。逆に大道さん、杉江さん、和田選手、この3名は今年の可能性は低いと見てますね。ソフトバンク新規候補、小久保選手に星マークをつけてるんですけど、これは年度変更がありそうな選手にマークをつけています。挙げたのが97年の小久保さんなんですけど、守備位置がセカンド、成績は3割30本100打点、打点王の年ですね。はい、今年は井口さんの登場がありませんから、ポジション的にもハマりますし、藤本監督が出るならサードになると思いますんで、そこのパズルもハマるんですよね。西武です。第1弾が浅村選手でした。2013年ファースト、打点王バージョンですね。はい、同様に査定変更があるかもしれない選手を考えてみますと、松井稼頭央さんは気になりますね。最優秀選手になった年は98年なんですが、まだ長打力が開花する前で、完全総力型での登場とか考えられますね。西武 TS 新規候補、浅村さんがファーストで登場したことでセカンド空いてますんで、外崎さんが出るんじゃないかって説が聞こえてきてますね。当チャンネルもそこは有力だと見てまして、サムネにもさせていただきました。
年度変更の候補としては栗山さんを挙げました。これは後年度の方がホームラン数も多いし長打率も高いし打撃姿勢が強くなりそうっていうのが理由ですね。楽天です。第1弾が則本選手があるんであれば田中マー君も岸さんも登場してもおかしくないですね。まずは斉藤助攻選手を見ていきましょう。有力候補たくさんいますね。上から小山さん、宮出さん、島さん、松井和夫さんは楽天版もありで、岡島選手、永井さん、ウィーラーさんと非常に絞り込みにくいですね。はい、楽天 TS 新規候補候補に挙げていた則本選手が登場しましたんで新しく岸選手を追記しました。現役版も十分強いんですけど過去の岸さんのステータスはこの通りなんで登場したらもうリーグ必須級になるでしょうね。ロッテです。第1弾ではサブロー選手が登場ということでセンターで競合するのは岡田選手くらいかなと思いますんでまだまだ絞り込みにくいですね。再登場サイクルを上から見ていきますが黒木さん先発、福浦さんファースト、小坂さんショート、小野さん先発、西野選手抑え、今井さんサード、こうしたところが有力候補になるでしょうか。特にやっぱ黒木さんが熱いと思っていまして5年間登場してないですし人気選手だったと思いますんで待ってる方も多いんじゃないかなと。福浦さんも超有力候補だと思ってるんですけどファーストは新規候補も多いんですよね。ロッテ TS 新規候補ファーストの新規候補は多くいるとそういう話をしましたけども例えば井上選手だったり鈴木大地選手もですね。鈴木選手は他のポジションの可能性もあると思いますけどもキャリアハイだったらこの年ファーストの年かなと思いますね。福浦選手年度変更あっても面白いですよね。この年ならミパ同士もあるんじゃないでしょうか。日本ハム第1弾が中島選手ポジションがショートということで金子さんとポジション競合になりますね。まあ、ただ2人ともセカンドもショートも両方適正 B 持ってますんで2人とも出てくるパターンも全然ありそうではありますがはい、再登場候補は結構絞られるんですね。有力候補は小笠原さん、片岡さん、金子さん主にこの3人かなって思ってます。日ハム TS 新規候補新庄さん、ハムと阪神どっちなのか問題については僕はハム推しですね。阪神は野手の候補は比較的豊富だと思うんですけど日ハムは候補が潤沢ではないと思うんで僕はハムの方で予想したいと思います。立山さんは過去に OB が出てるんですけどその時の査定が低いんですよね。今の査定であればこれくらい強くなってもいいんじゃないかなと。はい、ということで2023年 TS 第2弾パリーグの好選手チェックでした。じゃあ最後に12選手ラインナップ予想発表しましょう。こちらです、どうぞ。はい、予想の軸にしたのは阪神の新井さんそして西武の遠崎さんですね。はい、まずこの2人を決めてで一段でキャッチャーいなかったんでキャッチャー枠は1人入れようかなと思いましてそこが相川さんですね。で新庄さんを入れてあとはバランス取った感じですね。さあ皆さんは第2弾どんな予想をしますでしょうか。ぜひともコメ欄で教えてください。以上